私1年だけど、2年？じゃあ、先輩ですね。腕は立つが世渡りベテラン剣士ジークフリート旅の途中で出会った敵国の美しい女騎士エリザベートと共に戦い、ついに魔王を倒すも、帰路の途中待ち構えていた王国の兵士たちに襲撃される。辛くも逃げ切るジークフリートたち、彼は決して自分の愛が受け入れられぬことを知りながら、それでも命を懸けてエリザベートを守らんとするのであった。平常心、要するにこれジークフリートって先輩ですよね。いや、そんなこと。自分を投影した不遇な剣士が戦いの中で美しい女騎士と徐々に心を通わせ、だからあ、いやいや、先輩の創作行為を笑うつもりはありませんよ。ただまあ、ジークフリートも先輩もかわいそうなやつだなって。かわいそう。例えばですね、ここなんかわかりやすいですけど、私も戦いの中でしか生きられぬ手段、女などどうに捨てた。何を言う、そなたは美しい。いやいや、笑いませんよ。チークフリートは先輩の分身なんですからね。だからかわいそうって、何が、はあ、わからないっすか。よし、じゃあ一緒にやりましょう。え、